東京都渋谷区の代々木上原にあるライブラウンジ上原にて、蒼井彦太さん、天野亮さん、2人のライブが定期的に行われております。1日で蒼井彦太さん、天野亮さん、お二人のライブを楽しむことができます。8月のライブから時間が変更になりました。11時半から天野亮さんのライブ、1時半から蒼井彦太さんのライブ、そして締めくくりは3時半から2人での上原ライブまたたび編と題しまして、またたび演歌を中心にお届けいたします。蒼井彦太さん、天野亮さん、お二人の歌声、そして楽しいおしゃべり、ぜひ皆様のご来場を心よりお待ちしております。今年も全国各地で演歌がええじゃんオンステージを開催しておりますが、ちょっと前の話なんですが、今年の4月には名古屋でウィンク愛知という会場で演歌がええじゃんオンステージを開催いたしました。当日はたくさんのお客様にお越しいただいたんですが、今日はその時にステージで歌を歌ってくれましたお二人にお越しいただいております。蒼井彦太さん、天野亮さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はテレビをご覧の皆様にお伝えしたいのが、しっかりすっごいしてて歌唱力も抜群なんですけど、時々抜けてるんですね。ボケとツッコミが決まってるのかなと思いきや、よく見てるとどっちがボケでどっちがツッコミかっていうのが、はい、よく分からなくなるっていう。そうなんです。つまり、はい、見ているお客様はなんかいろんな意味でドキドキワクワクする、はい、2人のステージなんじゃないかなってことを僕は最近演歌芸者オンステージの2人の絡み見てて思うんですけど、はい、どうですか？まさにその通りです。その場その場によってこう立ち位置が変わるので、はい、すごく助けていただいている部分が大きいですね。はい、天野君、僕はどっちかというとツッコミ担当かなというふうに思ってたんですけれども、はい、最近全然ちょっとね入れ替わったりしてるんで、これいろいろ勉強させてもらってます。でもこの天野くんのこの物腰に柔らかい喋り方で彦太くんにもし突っ込んでるとしたら、それはそれで面白いですよね。見応えがありますよね。でもたまに突っ込まれます。そうですか。はい、でもお二人はねこれからね漫才師として頑張っていくんですよね。頑張って、違います。歌い手です。こういうちょっとユニークなところもある二人のステージもぜひ楽しみにして、これからも演歌芸者オンステージお越しいただきたいと思います。